さあ軽快な音楽に合わせてスタートいたしました。夜8時を回りました。今日は6月の14日、うん、月曜日でございますが、いよいよ今からですねスタートいたします。ついに見えるラジオと言えばいいでしょうかね、はい、KCON Studio Live from Japan。 イエーイ。普段そんな喋り方しないじゃないですか。ラジオ DJ だから。素人ですか。ラジオ DJ といえば英語の発音は正しくって思われてる方みたいな。意識的にクリス・ペプラーだから。だいぶ長いことやられてますもんね。いやいや、でもね、ついに始まりましたよ。はい、はい、まあ、今回ですね、この6月19日土曜日から開催される K カルチャーの祭典、はい、K コンタクト 4U を盛り上げるべくですね、はい、まあ、本日から3日間にわたって日本から、うん、はい、配信するコンテンツということになっておりますね、はい、でこれ VOD 配信で英語字幕と韓国語字幕が追加されるということですか。この我々の軽快なトークが英語字幕と韓国語字幕になると。本当に意訳しないようにね、気をつけていただきたいと思いますけども。分かりやすい言葉で、分かりやすくね、そうですよ、やっていきたいなと思います。下手な親父ギャグ言えないからね、今日ね。あの、困りますからね、困りますから翻訳するときに。そうですよ、一番恥ずかしいパターンですから。はい、ということで、実はあのライブ配信ということでですね、すで、はい、に、Mnet K-POP、それから KCON JAPAN のですね、オフィシャルの方でですね、配信されているこのコメント欄には世界各国からコメントが続々と上がってきております。ちょっと読んでみましょうか。はい、パープルキス待ってるよ、早くパープルキス、パープルキス、もうすべてパープルキスです。一回退出してもちょっと精神的に私、いや、弱い部分がありますから。へこみますよね。でもそれだけこう楽しみにしてくださってる方が多いっていうことですよ。あとね、一番困ってるのはね、音が聞こえません。何も聞こえない、うん、音が聞こえないというコメントたくさん聞こえね、届いてるんですけども。お、これは、あ、聞こえた、聞こえた、やっと出てきた、うん、という、ま、待ってください、あれだけ僕のかっこよかったオープニングが全て無音です。あ、でも VOD でそこ字幕は入るんで。うっそ、大丈夫です、字幕は入りますから。聞こえてなかったの。これはちょっともったいなかったですね。ちょっともう一回ここ、はい、もう一回やらせていただきます。タイトルコールだけ、タイトルコールだけ、うん、はい、いきますね。KCON Studio Live from Japan。 やっぱ無音のが良かったんじゃないですかね。なんで？やっぱ無音のが良かったんじゃないかなと。なんで？びっくりしましたね。はい、ということでございまして、はい、改めて本日の進行を務めます我々の自己紹介をねさせていただきたいと思いますけれども、改めましてラジオ DJ 歴25年四半世紀喋って頑張っております、K-POP アイドルたちのお父さんと言われている古山紗友紀です。よろばんにあわせよ、お願いします。さあ、そしてアイドルです。元 K-POP アイドル、今はダイヤモンドは唐揚げだと思っています。F から始まる藤原智樹です。イエース。いや、 やっぱりね、はい、我々 F から始まる古谷と藤原がお届けしていくということもありまして、ダブル F で、ダブル F で、はい、でも藤原くんはね、やっぱりあの A スタイルという輝かしいアイドル歴があって、だって BTS がダイナマイトをヒットさせるまでは僕はダイナマイトといえばもう A スタイルだと思ってたからね。検索しないでください。本当にね、いやいや嬉しいですよ。でもこうやって、うん、もちろんあの私が K-POP アイドルで活動していた時にも、はい、古谷さんにお世話になりましたし、はい、まあ、こうやって、まあ、K-POP アイドルから、うん、まあ、俳優として、日本に来た時も今もこうやって古谷さんとお仕事させていただいてますから、はい、ちょっと今日はねまたちょっと楽しみだなと。しかもね、はい、我々2人とも実際にラジオ DJ 歴が長いので、はい、なんかこう嬉しいよね、こういう韓国的に見えるラジオって。そうですね、うん、韓国ではもうラジオって見えるもんじゃないですか。はい、でも日本はまだまだね見えるラジオ限界ありますけれども。そうですね、でもどうなんですか、こう前回も古谷さん担当されたということですけれども、うん、はい、どんなコンセプトで。いや、もうどんなコンセプトっていうか、もっと質素なセットで頑張ってましたよ。あら、本当に今回いろいろこうラジオっぽく、すごいですよ。オンエアとか皆さんこれマイクだと思うでしょ、うん、マイクこっちですからね。ちょっとね、その辺のこだわり、ね、スタッフさんのもうケーブルいらないんじゃないかって分かりますからね。やっぱそこはリアルにこだわってますから。だったらここから音拾ってほしかったんですけど。
まあそこはね、もうすでにあれですから、今韓国の本社の人たち、いや余計なこと字幕めんどくせえなって思ってますからね、もうそろそろ次行ってくれって話ですから。そうですね、はい、ということでですね、はい、今日から3日間皆さんと一緒に韓国で盛り上がっていきたいと思います、はい、CM を挟んで本格的に韓国のドラマについて語っていきます。チャンネルはそのまま。さあ始まりました。改めまして、はい、K-CON Studio Live from Japan、ずっとそれで行くんですね。行きます行きます。さすがです。もうジョンカビラ意識してきますからね。いいんです。翻訳が困るから。そうだよね、全世界で見られてますから。そうだよね、はい、コメントもありがとうございます、読んでいきますか。ちょっとなんかそうですよね、はい、はい、あ、藤原さんだっていうコメントね、ありがとうございます。TWICE は出ますかっていう質問来てますけど、何が出ます TWICE。TWICE 一回確認します。連絡してみます。一回連絡してみます、はい、いや JYP の電話番号も知らないのに僕。羨ましい。もう、ね、いやでもね、はい、CM 開けて、ここから本格的に始めていこうかなと思いますけれども、はい、まずこれそれぞれ3日間あってテーマがそれぞれ違うんですけれども、そうなんですよね。第1夜のテーマ、はい、こちらです。じゃじゃん。自分で言うタイプですね。うそ、はい、これ自分で言うの。自分で言うタイプです。そう、はい、第1夜のテーマは、はい、じゃじゃん、韓国ドラマ。あ、いや、やっぱりね、去年から今年にかけて、はい、特にそのコロナ禍の中でね、みんなステイホームをしてる間に改めてその韓ドラの魅力にハマったっていう人すごい増えたじゃないですか。はい、やっぱりね、そういう意味ではその、まあ、ちょっと多局さんにはなってしまうんですけど、うん、愛の不時着とかイテオンクラスみたいなね、大きいドラマきっかけにそこからさらに深掘りしていろんなドラマ見ていこうっていう方も多かったみたいで、だから本当に僕の周りでも、うん、全くこう韓国に興味なかった人たちも、うん、あの自粛期間とか、うん、そういうのを利用してハマったっていう方多いですから、うん、ずっとブームですよね、韓流のドラマって。ずっとで、その中でもなんか古谷さんもご覧になったものとかあるんですか。うん、僕いっぱい見ましたよ、はい、もう全部他局だから言えないけど。でも代表的な代表的な、これはいいでしょみたいな。あー、あったね、あったね、はい、あのだけど最近僕ね、火曜年華っていうドラマ見てハマっちゃった。ほう、これ韓国で TVN でやったから言っていいよね。ほう、すっごいいいドラマなんですよ。ユージテさん出てて、それからあの合戦のジニオンさんも出てるんですけど、もうね、泣いた泣いた、40代に刺さる刺さる。それちょっと大人の、ちょっとね、ちょっと切ない関係性のある男女が大人になって再会するんだけど、その再会の仕方がまたすごくてさ、それぞれには子供がいるわけ、もう別な配偶者がいて、韓国ドラマっぽいですね。でしょ。しかもその再会の理由が、それぞれの子供がいじめといじめの加害者と被害者の立場で会うのよ。どうする。韓国のドラマって結構そういう時代の流れで反映されるものとかあったりするじゃないですか、うん、そういうところも韓国ドラマの魅力だったりもしますもん ね、 ね、その後どうなるか気になるでしょう、うん、教えてくれるんですか、ね、言っちゃおうか。やめてください。ネタバレになりますから。そうだよね、コメントなんてすごいことになりますから。あ、そうだ、ごめんごめんごめん。いや、でも僕も、うんうん、やっぱりその自粛期間とかを利用して、はい、見ちゃいましたね。何見たの藤原君、キャンプばっかりしてたくせに。いや、キャンプもハマってましたけれども、うん、イテウォンクラス。
いやいやいや、イテウォンクラス、ちょっと遅くない？イテウォンクラス昨年ですもん。昨年の4月5月ぐらいにイテウォンクラス見させていただきまして、あまりに面白くて、あまりに主人公がかっこよくて、私事務所に許可を取って藤原セロイになりました。うっそ、はい、あの髪型、あの髪型にしたの？やってみたくて。え、本当に？はい、パクセロイにしてくださいと。その藤原セロイになった姿をどこかで披露したの？できなかったです。できなかったです。はい、自分の思い出として、収めましたけれども、はい、やっぱり他の仕事出る時にはちょっと NG ということで、髪ごと上げてごまかしごまかしでやりましたけれども、はい、ちょっとそこはね残念でしたけど、やっぱそれぐらい、そうなんだ、ハマってしまうっていうのありましたね。あ、藤原セロイやりましたもんねっていうファンの方からね、はい、SNS とかには上げたんですけれども、まあ、そういうなんか動いている僕としてはちょっと難しかったんですよね。藤原くん、キャンプ先でカンドラ見てたんですか？斬新ですね。すごい、発電機持って。いや、一人でね行ってるんで、やっぱりこう焚き火やりながら韓国ドラマをそう、こう見たりとか、そういう楽しみ方もあるんですよ。一人キャンプで、はい、キャンプ先でカンドラ見てたの？そうです。なんでですか？自由じゃないですか。いやいやいや、自由だけどさ、何を見ようが自由じゃないですか。自由自由、はい、そうだよね。いいんですよ、キャンプに合うドラマとかあるよね。ありますあります。ぜひ皆さんもね、おすすめしますよ。はい、で今日はですね、視聴者の皆さんと一緒に楽しく時間を過ごそうということで、はい、あのツイッターで私の人生ドラマ、そうだ、今回募集しているんですよ、うんうんうん、だからこう結構自分の中で思い出に残っているドラマだったり、うん、なんかそういう作品によって何かこう変わったりとか、はい、こうあるじゃないですか、はい、そういうきっかけで何かを始めたとか、まあ、そういうのも含めてちょっとエピソードも皆さんから募集しています。いや、ほんとね、はい、たくさん来たみたいですよ。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、やっぱりね、プレゼントってあると応募したくなりますね。やっぱ大事です。大事ですよね、はい、そんな簡単に私の思い出、そうですよ、教えないですよと。そうそうそう、プレゼントあるなら別だけどね。いうことかもしれませんからね。でもわざわざ送ってくださってますから。そうそうそう、はい、で早速なんですけれども、はい、プレゼント、プレゼントなんですか、早速ですけどプレゼントあるっていうことですから。はい、またあのプレゼントの詳細とか、はい、今こういうの準備してますよみたいなのはまたご紹介しますからね。字幕の人大変だなこれ。さあ早速一人目、そうですね、いきますか、はい、私の人生ドラマ、うん、ラジオネームあるさんからいただきました。ある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 いせよ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 、私の人生ドラマトッケビです。おお、トッケビ来た、はい、うん、トッケビと死神の掛け合いも面白いですし、うん、最終話に近づくにつれて涙も増えて、トッケビを見たことない韓国ドラマ好きはいないのではないかと思うほど老若男女愛されるドラマだと思います、うん、一度見たら完全にトッケビロスになります。ビューティフルライフ、コンユさん主演で、素晴らしいドラマ、まあ、僕はどちらかというともうキム・ゴンさんのあの演技ね、キム・ゴンさんの泣きの演技が恐ろしいぐらいに痺れるんですよ。やっぱ感情移入、もう独特なあの泣き方されるんだけど、それが本当にね、あのこのドラマで一番重要なのはね、出演者の皆さんのそれぞれの目なんですよ。目、目だけで演技する時がね多々あって、もう痺れるの、あ、セリフじゃないんだと、もう目だけ、この動きだけ、はい、こう例えばですけれども、コンユさんが、うん、あのキム・ゴンさんを抱きしめる時のこの手の指具合とかね、いやちょっと僕やるとよくないいやいやいや、ちょっと何を掴んでるのかなみたいな。ほんとね、そういう一つ一つの仕草だったり、そういったものに痺れるドラマなんですよね。単純に絵の美しさっていうのはもちろんなんだけれども、はい、あとはまあ死神っていうこのねキャラクターの存在だったりとか、なんか結構韓国のドラマってそう、うん、ファンタジーなものが多かったりするじゃないですか、うん、で結構イメージ的にファンタジーだとちょっと子供っぽい内容になるんじゃないみたいに思うかもしれませんけど、うん、その辺
お脚本家の方がすごいのかわからないですけど、ないよね、そう見させないっていう感じ。そうなのよ。でこれまあ、もちろんね日本でもヒットして、で実際に韓国でロケ地巡りとかしたした。あ、もう古谷さんされたんですか。行った、カンウォンド行ったもんすごい行ったよ。もうやっぱ多かったですか、いや観光客の方。それもそうだし、はい、絵になる場所がいっぱいあんのよ。例えばさ、はい、2人が向き合ってるあの海のシーンとか覚えてる？はい、あのだって看板も立ってますよね。そうそう、あそこ実際に行ってごらん、波に飲み込まれそうなんよほんとそれぐらいのところで撮ってたんだっていうのね。あ、そういうのも分かるのか、ロケ地に行くと。あ、ほらほら泣いた泣いたって。あ、桃べちさん来てますよ、豪華すぎ。来てますね。死神とサニーのカップルも大好き、これも分かる。結構視聴者の方も見てる方多いですね。しかもこの死神とサニーのカップルがそのまま違うドラマにもね、うん、ご出演になりましたからね。違うカップル、そのまま。はい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 、ね、OST がめちゃめちゃ。そうなんだよね、 OST 素晴らしいですね。韓国のドラマと OST のこの関係性も欠かせないですからね、うん、もうやっぱり OST 歌手でしょ藤原くん。あの実は花より団子の歌ってたっけ、あの挿入歌をさせていただきましたね。本当にちょっと1時間語らせていただいてよろしいですか。ちょっとごめんごめん、もうほらそろそろまとめましょうって。早くないちょっとぐらい今僕が最近元 K-POP アイドルですって言っても信じてくれないんですから。もうとりあえずもうダイナマイトって曲出したってことみんな分かってくれたからそれ BTS さんのダイナマイトでしょっていうことになりますからね、でもそういう活動もしていたんですよということですよ、はいはい、じゃあ続いていきましょうか続いていきましょうまとめちゃったね、はい、続いていきましょうか、はいはい、ということでアルさんにはですね後日プレゼントを送らせていただきますので、ね、はい、キダリューシプシオ届くの待っててください。続いての投稿者はラジオネームお茶さんという方ですね、はい、はい、藤原くん呼んでください。私の人生ドラマは天国の階段です。来た来た、今僕一瞬キムボムスになりましたよ人生で初めて見た韓流ドラマだったからです。あ、そうなんだ。お母さんが見てて、うん、一緒に見てたらハマってしまって3回くらい見ました。そのドラマを字幕で見ているうちに少しだけ韓国語も分かるようになったのでよかったです。あららら、もうチュグマン君パッタでしょ。パッタもう見たんだパッタです。死ぬほど見ました。ポゴシッタじゃなくてパッタでしょ、はい、パッタです。死ぬほど見ましたその方もね多いと思いますけど、でも韓国にハマるきっかけで、うん、韓流ドラマその中でももう代表的な作品、うん、そうだよね。これきっかけで、うん、やっぱり韓国語を覚えたという方もやっぱこうね、この娘さんのように多いですからね。しかもコンサンさんのこれまたね泣きの演技がね、結構泣きの演技お好きなんですね。いやでもコンサンさんはミスターティアーズって言われて、もう涙のねミスター涙って言われてたから、はい、この時だからやっぱりその泣きの演技は素晴らしいですよね。僕はあのロケでロッテワールドに行った時は、うん、行った、はい、あらま、あここ、うん、あのメリーゴーランド、あメリーゴーランド、はいはいはい、思わずポコシッタ歌っちゃいましたね。思わず思わずそこで歌った、思わずポゴシッタ、はい、サビの方じゃないんだね。あ、実は違うんですよポゴシッタの方で、やらせていただきました。サビかと思ったら意外とサビじゃないです。意外と B メロぐらいだったね、今ね、歌が下手ってバレるんでねサビの部分歌うといやラジオいやこれすごいですね。最高視聴率これ 45.3% なんですか。そうだよ、天国の階段ね。もう僕らのトークに対して本当紫のハートがどんどん送られてきますけれどもね早くパープルキスに出てもらいたいんでしょうねみんなね。もう少し待ってくださいもう少し、はい、はい、これ楽しいんでしょうか。これいや楽しいんじゃないですか、ね、えほらここことことさんメリーゴーランド、うん、コメント来てますよそこしか引っかかるコメントがなかったんでしょうね。メリーゴーランドっていうね、はい、ほらゆきさんいい歌、あ、桃べちさん、さすが歌手藤原さんと。いや、僕の方がどっちかというと歌ってるんですよ今日。僕ビューティフルまで歌ったからさっき。そうですね。おかしいですね。はい、はい、お茶さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それではですね、次が最後。うん、お、はい、投稿者さん、はい、お願いします。ラジオネーム月田雅也さん。これ本名じゃないの？
ラジオネームですよね。ラジオネーム、ラジオネームでなかなかこのガチの名前っていうのを月田正也さん経験がないんですけど、そうですね、もう一度確認します。ラジオネーム月田正也さん、おかしいよこれ完全にフルネーム漢字括弧ひらがなつけてきてるもん。ちょっと分からなかったんですかね。いや、こういうラジオネームってどういうものなのかっていうのは、もしかすると、はい、本当にね、はい、月田正也さん、はい、私の人生ドラマはマイディアミスター、私のおじさんです。わかるわ、うん、理由は人と人の触れ合い、うん、支え合い、思いやりなど、現在のコロナ禍において疎遠になりがちな、忘れがちな大切な気持ちを思い起こさせ、心に刻んでくれたからです。皆さんもファイティン。これ待って、はい、皆さんもファイティンっていうのはね、これいろんな意味があるよ、うん、と言いますと、これね、はい、あの応援じゃないんですか。いやいや、そうなんだけど、あのこのドラマ見た、私のおじさん、まだ見て、僕まだ見てないです。あー、そっかそっか、はい、あの一応ですね、おじさんがこう出てくるんですよ、うん、3兄弟で、はいはい、3兄弟で、でこの兄弟がいろいろまああるんですよ、いろんなことが、ね、な、はい、ありまして、おいおいおいっていうね、そういう話、うん、こうツッコミ入れたくなるようなこともいっぱい起きるんだけれども、うん、でそういったこうなんだろうね、いろんな問題を抱えながらも、イジアン、これ IU さんが演じるイジアンっていう、こうキャラクターがいるんだけども、うん、その彼女を通して人生とは何かということを気づかされるドラマなんですよ。これおじさんにしみるのよ。それやっぱ40代にならないとやっぱ突き刺さるものないんですか。僕、まあ、30代なんですけど、まだ、いや刺さる刺さる刺さります。うん、だいたい藤原くんの年齢ぐらいから刺さり始める。僕今34ですけれども、ああ刺さるね。そろそろ来ますか。うん、来る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 。でもこれね、ほんと傑作。これ TVN で放送されたと思うんだけど、はい、韓国ではね、はい、あの視聴率がそこまですごい良かったかというと、うん、そこまでではなかったんだけど、もう批評家から絶賛されたのよ、あまりにも。でね、このね、映像のモノトーンの映像も素晴らしいし、ちょっとこう手持ちカメラのシーンが多いのね、カンドラにしては珍しくさ、はい、あの大きな、いわゆる撮影機材とかではなく、いやそんなカメラ持ってこうやってこうやってやってるかどうか知らないけど違うんですね。その手持ちカメラのこの微妙な揺れ具合あるじゃない、はい、それをこう人の心を描写する揺れになってるわけ。緊張で揺れてるんじゃなくて、違う違う、そこまでお酒は飲んでない。いや、わかんない、お酒かもしれないですし、こう緊張で、あ、俳優さんがお芝居してる。こういうところも本当に素晴らしいドラマ、はい、もう早くまとめていけ、もう早くないですか、時間経つのが。もう最初もね、音出なかったところで10分ぐらいあったでしょ。あ、なるほどね、そこで、ね、巻き返しましょう、巻き返しましょう、はい、はい、ということで、月田正也さん、月田正也さん、ラジオネームですよ。ラジオネームです。はい、ありがとうございます。同じくプレゼント届けますのでね、はい、ご期待ください。今回ね、たくさん、投稿していただきありがとうございました。うんうんうん、まあ、最近韓国ドラマ日本でもリメイクされていたりすると、はい、そうだそうだ、うん、注目度も上がってますよね、双方でリメイクされてるよね。そうですね、今期のドラマもね、そういったドラマあるということですし、はい、秋以降も互いのそれぞれの作品をリメイクする、まあ、映画もドラマも含めてあるみたいなんで、要チェックでございます、はい、チェックしていきたいと思います。で、先ほどもお話ありましたが、うん、韓国ドラマに欠かせないものといえば、古谷さん何でしょうか。はい、 OST。 そうです、はい、オリジナルソングトラックです。今日英語の癖がすごいですけれども、はい、ロバート・デ・ニーロです。その OST、 OST、 僕もロバート・デ・ニーロとか時代じゃないんでごめんなさい。もうこのモノマネしか僕思いつかないんですよ。ロバート・デ・ニーロさんといえば。はい、さあ、その音楽チャートでも OST がこれ上位にランクインしたりとかもするんですが、はいはいはい、うん、そのドラマを印象付ける大事なポイントの一つでもあるのが OST。ここで一曲あるんですか。今日ラジオだもんね、そういえば ね、 そうですね、やっぱり音楽かけたいよね、はい、はい、ということで今日はですね、 OST 何をかけようかと思ったんですが、うん、Mnet といえばですね、ここ日本では4月からあの話題作ドラマ女神降臨、これがまあすごいことになってまして、女神降臨見た。見ました。あ、見た。見ました。今追いかけてるところです。お、全部じゃないですけども。なるほどなるほど、はい、やっぱりね、設定がなんだろう、こう、まあ、カンドラっぽいし、はい、あとあのウェブトゥーンっぽいっていうかね、はい、あの韓国のドラマ、そう、なんていうんですか、暴く系あるじゃないですか、うん、いわゆる本来の姿と、うん、
いわゆる化けた姿っていうところで、うん、絶妙ですよね。あの次の話見たくなるギリギリのところの分け方だったり、うんうん、そういうのも絶妙だったりするんですけど、あのウヌさん、はい、アストロの、はい、スホ役のね、はいはい、あそこまで彫刻のようなって言われてますけれど、はい、まさにあのいわゆる二次元の、うんうん、あれ元々漫画じゃないですか、うんうんうん、でそれがそのまま来るってやっぱウヌさん適してるというか、うん、そのまま来てるっていうのが、私のアイディア観覧美人の時もそうだったんだけど、はい、彼のその本当に良さが生かされてるというかね、はい、しかも僕もあのアストロのチャウヌさんとも仕事何回かしてますよ、はい、あの俳優チャウヌさんではなくアストロのチャウヌさんとは何度かお仕事してますけども、うん、会うたびに本当ダビデ像かと思うねわかりでもそれ本当にわかる、僕もびっくりしましたもん、生でウヌさん見た時だってノーメイクなのに、はい、なんでこんなイケてんのって、いやわかんないです、遺伝子解析したいもんねいや気持ちは分かりますよ、いやほんとすごいよ、うん、で、まあ、まさに、まあ、よくねなんか日本では、うん、あの 2.5 次元とか言われてますけれども、うんうん、いやもうそのままだなって、うん、2次元からのね、で、うん、やっぱりこのドラマでその、まあ、彼もそうなんだけれども、はい、そのジギョン役を演じたねムンガヨンさん、はい、やっぱ女子目線としてはこのジギョンの立場でね、うん、そのウヌ君っていうのはもうイケメンで頭もよくってさ、でもちょっと影がある役じゃないですか、うん、で一方であのファンインヨプさんがこういかにも韓国男子っぽいタフでね、はい、しかもちょっとこう悪いっていうか、まあ悪いな、まあ、ちょっとダークな部分が、うんうんはい、ラップンナムジャではないんだけれども、うん、ちょっとそういうなんか黒いところがあるじゃないですか、うんうんうん、どうする2人に迫られたらどっち選ぶ、いやーこれは悩むな、なんでそんな乙女みたくなるちょっとごめんなさい、やっぱあれねなんかこう男性の方に感情移入というかね、ええ、やっぱこう女性目線になるというか、うん、もう実際にこの2人に迫られたらどっちなのかな、でダークな方も嫌いじゃないし、なんでこう肩をすくめるの古谷さんは僕、はい、いや僕はやっぱりねうぬくんですよ、即答、僕はもうだって学生時代からそういう悪い方向にはあんま興味なかったからねそんなにそんな感じします、なんか悪い男に惹かれることは全くなかったもんね、じゃもうおかしくない僕らの会話、いやそんなことないですよ、視聴者の方も気になってると思いますよ、ね、早く曲をかけろっていうことでございますね、うん、もうはい、急いでますね、すごい急いでますよ、結構本社の人圧力かけてきますねでもこの後ね、いろいろこうゲストの方、あ、そうだそうだ、ゲストの方もね、いらっしゃいますから、はいはいはい、はい、ということで今日はですね、そんなドラマ女神降臨の OST オリジナルサウンドトラックアルバムから、はい、チャウヌさんが歌っているという、はい、Love So Fine、 こちらをお届けしましょう、どうぞ、That's fine、ね、チャウヌさん歌も上手ですし、はい、独特なね、やっぱりこう、はい、色気がありますよね、うん、声にもでもね可愛さもあって、うん、しかも彼日本語ペラペラでしょ、はい、すごいよね、いや無敵ですね、無敵だね、本当に無双状態だと思いますよ、はいはい、声からもね
イケメンさが溢れ出てる、そんなうぬさんのトラックをお届けいたしました、はい、さあ楽しんでいただいてるでしょうかね。今日お届けしているこの生配信 K-CON Studio Live from Japan、うん、第1夜でございますが、さあ藤原くん CM の後は関係者トークです。お楽しみに。はい、お待たせいたしました。何なの関係者トークってみんなドキドキしてるよ。してますか、うん、ちょっといろんなお話を、はい、ちょっとゲストの方に、聞いていこうかなと思うんですけれども、はい、韓国ドラマに精通されているゲストの方、そうそうそう、はい、今日カンドラがテーマなんでね、はい、まあ、我々ももうカンドラ大好きなんだけれども、うん、もちろん今日はですね韓国ドラマ、韓流ドラマなら私に任せてというゲストの方とラジオですのでお電話がつながっております。はい、もう この時代ね、映像つなごうと思ったらもう十分につなげるのにもう声だけでいきます。かたくなにラジオというものをやっぱり表現したいんですよ、ね、はい、だったらケーブルつないでほしかったですけどね、はい、だったら待ってますから、今電話で待ってますから、はいはいはい、はい、さあそれではですね電話つながっております。韓流予報士の方ですって。韓流予報士、はいはいはい、韓流予報士の桂麻里さんです。桂さん、にわせよ。こんばんは。にわせよ。かたくなにこんばんはできましたね。まあ、こっちの雰囲気が ね、まあ、なかなかまだ伝わってないですから、はい、もう桂さんお待ちいただいておりましたけども、はい、桂さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。藤原くん、そういえばね、はい、その桂さんなんだけど、その韓流予報士っていう肩書きお持ちじゃないですか、はい、あ、そうです、ちょっと気になることあってたんですよね。え、あの桂さん、はい、あの韓流予報士ということでどうですかね、はい、明日ソウルの天気とかは。違うってそれそれはそれ天気、あれ韓流予報だから、だから韓国の天気の流れを予測されている。分かった、分かった、じゃあ一応聞いてみようか。一応、ね、お願いします、はい、桂さんどうでしょうかソウル。はいなるほど、やはり台本通り行けばよかったですねお願いします、はい違います、そういう予報士の方ではございません、はいはい、旅や食がメインのライターさんなんだそうです桂さんは。で、韓流ドラマが好きということで5年ほど前に当時のマリソルの編集長に韓流予報士に任命されて、現在は韓流ニュースというコラムを連載中ということで、韓国の俳優さんやアーティストへのインタビューもされていらっしゃるということなんですが、でもなかなかねこういう肩書きないですよね桂さん。そうですね、うん、ね、具体的にあの韓流予報って何を予報するのかなっていう、こうリスナーの方の質問も来てますけれどもね、はい、あの韓国ドラマに馴染みのない読者にも、うん、あのもっとドラマの良さを広く知ってもらいたいという思いで、うん、おすすめドラマやこれから楽しみな俳優さん、若手俳優さんを、うんうん、あの中心に紹介しているんです。あ、だからほら予報するんだよ、はい、あ、そっちよってことです ね、これから来る人はどんな人なのかとか、はい、うん、あ、そういうことですか桂さん。はい、でもその桂さんがどのようなこうきっかけで韓国ドラマってハマってったんですか。あ、そうそうそう、聞きたいね。はい、うん、ドラマとの出会いは10年ほど前なので、お、割と新参者です。はいはい、はい、で、あの食いしん坊ライターとも言われてるので、チャングムの誓いが結構好きで、はいはい、その後ファンジニで号泣、その程度だったんですけども、その頃ちょうどあの孫独女王の日本向け DVD の制作プロデューサーさんと仲良くなって、はいはい、で彼女がと製パンをキムタクを担当してたので、あの来日する俳優さんの取材をファッション誌でさせていただいてるうちに、ズブズブ沼にはまってしまいました。なるほど、結構フジテレビの影響大きかったみたいなたくさん今放送されてましたしね。いや最近もテレビ東京さんだって頑張ってますよいやここ M ネットだからいや文也さんが始めたんじゃないですかいやいろんなところでやっぱり ね韓国ドラマ人気があるということです、はいはい、ちなみに最近見たドラマの中でこう面白かった作品って桂さんは何ですか。最近ですか、ええ、
今年上半期一番好きだったのは、知ってることはあまりないけれど家族です。ああ話題作ですねこれもね、はい、はいはい、これがあのアカデミー賞でも話題になった映画ミナリの主演と、はい、あと OST も歌ったハン・エリさんが主演ですごくいいんですよ、うん、はい、意外とじゃあ幅広い作品ご覧になってますね、ジャンル的にも。そうですね、でも割とあの派手さがないけどじんわり泣けるさっきの私のおじさんみたいなのが好きです。温かい作品ですよね。あとはもうじわーっとくる感じですよね。そうです、人間ドラマがね、うん、逆にどうなんでしょうかね、やっぱりその韓流予報士ですから、はい、俳優さん女優さんでやっぱりこの人はすごいよねっていう人、こうある程度こう、うん、なんか注目している、そうそうそう、聞きたいですよね、はい、あのライジングスターでしたら、はい、先月受賞式があったペクさん、はい、芸術大賞で新人賞を受賞したイドヒョンさん、あ、はいはいはい、あと同じく、まあ、ソンガンさんも人気がありますし、うん、あとナムユンスさん、うん、あのキムヨンデさんも人気ですし、うん、あと女神降臨でブレイクしたファン・イニョピョさん、うんうん、イニョピョさんね、はい、はい、とか、あと、まあ、愛の不時着に出てたタン・ジュンさん、うん、それからあとマリソルオンラインでも取材したんですが、イジェウクさんもいいですよね。ではあのあれですよね、最近こうよくアイドルされてる、ね、うんうん、方もこうお芝居で、うん、大活躍されていたり。藤原くんも演技ドルだね、考えてみたら。あ、ちょっと私俳優はい、K-POP アイドルもしながらそう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 、はい、演技ドル、ちょっとここはあの私が、うん、はい、リードさせていただきたい。リードしてリードしてリードして。でもあのそういう演技ドルという言葉があるじゃないですか、うん、桂さん。はい、はい、あのスカイキャッスルで注目された SF9 のチャニさん、はい、とか、あ、まあ、あのそういう子役から来てる方々もいますし、うん、あとあの100日の老軍様の、うんうん、X のディオさん、 あれも、ね、あと除隊後復帰作、うん、ハピネスが始まるパクヒョンシクさんとか、うん、あのボイスのシーズン4にも出るウィナーのカンスンユンさん、うんうんうん、 まあ、あと偶然見つけた春でブレイクした SF9 のローンさんとか、うん、18の瞬間もすごいおすすめで、うん、ワナワン出身のオンソーンさんとかもいますよね、うん、いっぱいいます。今もうほんと1作品に必ず1人以上は、うん、アイドルの方もしくはアイドルされていた方、しかも演技ドルって言葉自体ももう古いのかもしれないね、うん、なんか演技ができて当たり前な感じじゃない、逆にアイドルでも。そうですよね、センスなんですか。あと OST にもいっぱい参加してますよね、うん、それこそその SF9 チャニさんだって女神降臨の OST 参加してるもんね。ですね、はい、まあ俳優さんが歌うっていうところでの楽しみはね、 OST にもあるという、そうですね、いうことですけどもね。さて、まあ、皆さんご存知のイテオンクラスのようにですね、はい、やっぱりその、まあ、愛の不時着とかね、今後こうブームを起こしそうな作品はさ、予報士にこれはもうズバッと聞きたいですよね、はい、どうでしょうかね。 TBN で放送された、はい、ビンチェンゾはすでにブームなってますよね。はいはいはい、ご覧になりましたか。うちの奥さんもハマって、孫淳義いい、孫淳義いいって、もう僕に対してもうライバル関係を作ろうとして。なんで古谷さんに逆に光栄じゃないですか。そんな、そうだよね、孫淳義さんと。いやでも孫淳義さん、ヴィンチェンツォもそうだけども、はい、映画もね、あの当たってるし、はい、また波来てますもんね。いやすごい、もう破竹の勢いですよ。はいはいはい、他ありますかね。他にもありますか、桂さん。他ですか。はい、他局なので言えません。忠実、正解ですよ桂さん。すごいですね。正解です。もうどれだけこの心の狭い番組なんだと思われてますよ、いろんな人に愛してほしいんですよ、ネットというチャンネルを。そうだよね、はい、でもあ、やっぱりね、ヴィンチェンツォ面白い面白いっていうのね、
コメントも来てますよ、うん、はい、やっぱり見てる方多いんですね、はい、どうして肩を並べようとするのって、いや冗談じゃないですか、僕がソン・ジュンギさんの話結構本気かもしれませんよ。どうしてこれお願いですから、本社の方字幕気をつけてくださいそこはねちゃんと本当に、はい、お願いします。ジョークですか、かっこジョークです。はい、でも古谷さんが今後なんかこうヒットするんじゃないのかなっていう古谷さん目線の作品とかもあったりするんですか。いや僕ねスタッフから、はい、いや実はねある日私のうちに、あの私の家にって言った方がいいのかな、これあの私の家の玄関に滅亡が入ってきたっていうドラマがね、はい、あるんです。でこれ私スタッフから言われる前に、僕はもうこのドラマも楽しみで楽しみでしょうがないですと若干興奮しています、はい、なぜなら僕の大好きなパクボヨンさんが出てると、うん、パクボヨンさんしばらくお休みしてたんですけどこれで復活したんですよ。素敵な方ですね。いやもう本当パクボヨンさんね、わ、はい、かりますよ。素敵です。あ、古谷さんかなりお好きなんですね。かなりお好きですよ、はい、今日奥さん見てるんですよね。まずいですねまずいですよ、これはピリピリし始めますよこれであれですよ、もう孫純喜さんと1対1ですからね、これね。そこと比べないでください。これで天秤でバランス取ってますからね。天秤なんて言わないでください、はいはい、これの作品、うん、はい、どうですかね、これどう思います桂さん。はいあ、このドラマはどう思われます。このドラマはすごく楽しみにしてるんです、ええ、うん、あの先ほどお話しした私の推しドラマ、うん、知ってることはあまりないけれど家族ですや、うん、スタイリッシュでハマった検索ワードを入力してください www と同じ、はいはいはい、コン・ヨンイン監督の新作なんです。あ、そうそう、同じ監督が撮ったっていうね、はい、うん、で、まあ、ハズレなしの演技派ソイングクさんとチャーミングなパクボヨンさん、歌手じゃなくて俳優だもんね、はい、うん、期待しかないということでございますが、設定もすごくねなんかあの独特な、まあ、ファンタジー、カテゴリー的にはファンタジーだよねこれね。あれファンタジーなんですかね、カテゴリーとしては。うん、一応ファンタジードラマ、まあ、どうなんだろうな、はい、でもホラーではないと思いますんでね。そうですね、一応なんかあのカテゴリー的にはファンタジーロマンスドラマらしいですよ。あ、だから僕もこのカテゴリー見て、うん、でいただいた資料で、うん、あ、でもそれを感じさせないというか、うん、なんかもう普通にあの、あ、まあ、内容あまり言うとあれですけれどもそういう感じなんだみたいな。タイトルがまた面白いよね、うん、でこの滅亡がキーになんですよ。滅亡がこの2つの単語、はい、どうやって滅亡入ってくるの、ね、続きは M ネット、ね、こういう流れです。急に CM っぽくフリがなりましたけれど、今ちょっとスタッフさん焦ってましたね。おる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 ってね、10月から Mnet Japan で放送されるんで、本当に見られるんですね、この滅亡の謎はここで解明してください、はい、10月まで、あと4ヶ月、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、あ、気になってるっていう方結構多いですね。藤原さん、はい、F から始まるファンタジーって、ありがとうね。これで特番のね MC 決まりましたね、ありがとうございます。これで決まるんですか、もっとコメントしてください簡単ですねこれで決まるなら、はい、あ、桂さんすいません、あのおじさんたち2人でね、あ、すいません申し訳ございません、はい、ということでございまして、桂さん最後にもうお別れの時間が近づいてきてしまいましたけども、何かあの最後に皆さんにお伝えしたいことございますか。はい、マリソルオンラインの韓流ニュースやシュプール .jp でもあのナムジュヒョクさんと旅したチェジュ島、それからプサンやソウルの旅特集もあるので、はいはい、見てみてください。へえ、なんか素敵な企画もね、すごいですね、参加していらっしゃいますね、うん、はい、お忙しいところ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、韓流予報士桂麻里さんとつながせていただきました。ありがとうございます。はい、そう、まだまだ、うん、はい、魅力終わりませんよ今回。でもね、なんか見てるとね、どんどんパープルのハートが増えてんだよね早く、もう早く出せ早く出せってすごいことになっておりますけれども。でもそれもう、あ、でもシフォフォーリンラブ藤原さん、はい、もうお別れと、まあ、もっと詳しい話を、あ、ね、桂さんとね聞きたいっていうのもありましたし、うん、はい、ありがとうございます。ゆきさん拝見しますと、作品、あ、なるほどね、蝶和さん楽しみにしてます。
楽しそうなドラマ本当にたくさんこの後もありますからね。多いですね、はいはい、さて、まあ、この後もですね、いろいろとこうお話し進めていきたいと思いますけれども、うん、韓国ドラマに関する質問ね、今あのどんどんね緑うーんちょっと待ってくださいね、はい、ラジオだからね、ラジオです、生っぽくね、生っぽく、生ですからねこれ収録じゃないですからね、そうだね、でもこうやってこうね見ている方と、うん、こうコメントを使って、うん、コミュニケーションだよね、はい、コミュニケーション取れるっていうのもいいですよ、うん、コミュニケーションっていうのはね、お互いそれぞれの気持ちをもう往来させる、わったかたさせることじゃない、はい、ずっとパープルのハートが来るんだよねあ、すごいですね、うん、どんどんパープルのハートが来るわけ、すごい、あ、多分こんな話をね、はい、してるぐらいだったら早くパープルのハートと繋いでほしいわけよでもね皆さんちょっと待ってくださいね、いろいろね回線の問題があるわけ、そういうことです、はい、いろいろ僕らは別にわざわざこう伸ばしてるわけじゃなくて、はい、もういいよっていうの待ってるわけもういいよってなったらもうすぐパープルと繋ぐよ、ご理解ください、あー来た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 、ほーら来ました、やっと来ましたよ、ではお待たせいたしました、はい、ここで突然ではありますがなんで急に台本通りにするんで自然に言ってくださいよお待たせしましたということで突然ではありますが、はい、いやこれもう丸々読んでみてください、はい、さあ突然ではありますが、ここで韓国にお住まいのとある方と誰だろう電話がつながっております、行きましょうか、呼ぼせよ、え、ちょっと待って、全員か、みんないるのかな、一人ではなかったですよ、え、みんな、あの、メンバーた消せよ、わ、すごい、あんにょんせよ、わー、声の出演にもかかわらず全員が集まってくださって、うん、豪華ですよ、ありがとうございます、うん、では改めてタンチェインさんお願いいたします、はい、はい、せーの、みなさんこんばんは、パープルキッズです、あのね言っていいですか、はい、本当に会いたかった、なぜならね、はい、なぜならもうデビューした時からもうそもそも彼女たちの所属してる事務所のアーティスト好きだったから、はい、あの代表の方も大好きだし本当どんなアーティストかってすごく知りたかったし、曲がまたいいのよ、そうですね、そうなんですよ、でもそのいわゆるパープルキス の事務所の先輩方もやっぱりこう K-POP チャートもずっとね席巻してますからね、上位にランクしてますし、はい、じゃあまず早速なんですけども、あのパープルキスにね聞きたいことがあればですね、皆さんコメント送ってください、私と藤原くんの方で代表して聞きたいと思います、はい、はい、どんどん送ってくださいね、うん、はい、あ、もうね、あのメンバーの皆さんもうメッセージが、おー、おみちょんまにメッセージ、はい、かっこいいっすんだ、すごいたくさん受け取ってます、こちらの方で、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、あ、すごい、もう YK さん、はい、声がもう可愛いと、そうそうそう、僕それが気よったもん、ほんで、モクソリマン、アニジョン、急に韓国のラジオ DJ さんみたいに言わなくても今ね、うん、あの声が可愛いだけじゃないでしょっていうのね、でも言い方がね、アニジョンアニジョン、いや、そう伝わらないんですよねあ、すいません、じゃあ、ハンミョンシック、チャギソゲル、プタクリゲスミダン、お願いします、自己紹介、はい、はい、の中で本町のヨガ最年長パクジンです、ジンちゃん、ジンさん日本語上手、はい、はい、続いて、わー、本当ありがとうございます、ありがとうございます、はい、こんばんは、私はパプリキスのダンデモテキチャオコダゴンです、はい、ありがとうございます、こんばんは、私はパプルキスのバッタリーショットカットのパフォーマンス、ちょっと名前のところが、私はパプルキスのイタミンイラです、こんばんは、私はパプルキスのギャップのあるラッパーユキです、こんばんは、パプルキスのマルチプレイヤージェインです、こんばんは、パープルキスのキーのようなボイスのサンデー、いやーというね、パープルキスのみんななんですけれども、はい、実はそのユキさんが日本人メンバーなんだよね、あ、そうなんですよ
これいや、まあまあ、あるあるですね。あるあるですけど、やっぱり韓国で暮らしが長くなると、久しぶりにこう日本語使うというお仕事の時に、ちょっと片言になるこれあるあるです。まあ、それぐらいね、韓国語あるあるです。ね、うん、しかもなんかあのどんどん日本語喋るスピード遅くなるんだよね。本当にね。でもゆきさん、パープルキスがね、いよいよデビューとなって、どうですか、実際にあの活動してみて、もう実感相当湧いてると思いますけれども、いかがですか。もうデビューしたんですけど、なんかまだ信じられないですね。実感が湧きません。そうかそうか。どうしたらなんか実感って湧いてきます。おー、やっぱり音楽番組に出演したりだとか、やっぱり4トンペンサ4トン4トン4トンペンサ、あのいわゆるその映像サイン会とか、はい、そういうやつ、もう4トンペンサですよね。そうです、日本語が出てこない。なるほどね。やっぱりファンの皆さんと直接触れ合う場がコロナ禍だからなかなかないから、はいはい、それがね、もう少しでも早く実現してくれると嬉しいよね。はい、そうなんです。でもまあ今だからこそできることだったりありますからね。うん、頑張ってほしいですけどね。でもメンバーの皆さんもご挨拶、日本語お上手に。そう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 、ね、なんかメンバーの皆さんもそれぞれこう今日本語すごい一生懸命頑張ってるみたいで、なんか、あ、そうなんですよ。なんかちょっとずつ日本語に習いました。あ、そうかそうか、ゆきちゃんに習ってると。じゃあちょっと一人ずつ一人ずつの半拍子、ちょっとずつね、はい、チョクムシェクイルボのもうタノナーもタノナケンチャスニカ、こうなんかね、はい、マイハイスですか。じゃあジウンシブとジウンシさんから。あ、私ジウンです。はい、私古谷さん好きだった。古谷さん好きだった。近かった。え、付き合いたかった。ちょっと待って、いい風に取りすぎでしょ。え、ボラゴンしますよ。え、古谷氏、古谷もう呼び捨て。会いたかった。会いたかった。会いたかった。古谷さん、ひかかたん。はい、ひかたさん、ひかたさん。ちょっと押さえてあげてくださいね、いくさん。光ってたそうですねえ。かずさみだ。いやもう、古谷さんしか勝たん。あ、ありがとう。ナドゥ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 ですよ、ナドゥ、ね、ありがとうございます。でもう一方、はい、聞いてみましょうか。はい、ゆきちゃんが、はい、私にアゲハという名前をつけてくれました。なので、はい、アゲタという単語を知りました。アゲタ、はい、アゲハ。あ、アゲハね。アゲハ、はい、アゲ、なんで急に暗いの。アゲるっていう単語を教えるんですか。いや、チキン大好きなのかなと思って。韓国はね、うん、韓国だからね、特にも好きな方多いですから、うん、せっかくだからさ、ちょっと時間ないけど聞いちゃおう、うん、みんなに、はい、うん、じゃあタンブン、次の方。あー、こんばんは、ゴウンです。うん、あ、ゴウンさんで、ゴウンさん、はい、あ、肉、秋肉、ぶっちゃけ肉習いました。肉、焼肉、もう肉の活用系だったね今ね。ゆきさんすごい単語を教えしますね。とにかく肉だと。いや、体力ね使うからね、 K-POP アイドルは分かりますよ。はい、ね、パープルキスに会いたくなったね。すごい会いたい、すごい会いたいわ。じゃあ私たちも会いたいです。会いたいよね。嬉しい。次の方どうですか。ピエンです。はいはいはい。うん、あ、ピエンだって、ピエン。あ、ピエン。あ、ピエンね。ユキちゃん知ってますか。知ってる知ってる知ってる。ピエンでしょ。ピエンで、おお、すごい。知ってるよ、ピエンぐらい。それはやっぱチェックされてますよね。心はってまだ28歳だよ。今10代というのが迷ったでしょ。じゃあタオプン。私はスワンでーす。スワンさん、はいはい。今日は6月14日です。
あ、今日は6月14日です。365日全部日本語で言えるようになってる。とりあえず今日、そうです、まずは6月14日です、はい。大事だよね。大事です。はい、はい。次は誰かな？ぬぐしみか？あ、私はどうして、あ、どうしたんだ、はい、あ、ファンの皆さん愛してるよ、やっぱり大事ですよ今の。大事です、大事です。もう今喜んでる視聴者の方多くいらっしゃいますよ。もう世界中のファンが興奮しています。はいはいはい、じゃあターハションだよ。はい、あ、ねえ、すごい感動しちゃった、はい。まあまあ、あのパープルキスの皆さんのこと、まあ、知ってるという方多いと思いますけれども、うん、まあ、簡単にですね、はい、その実力派アーティストたちがたくさん所属している RBW からママム以来、はい、およそ6年ぶりに、うん、配出された7人組ガールズグループ、はい、2021年3月15日にファーストミニアルバム Into Violet でデビューされたということで、はい、そうですね、はい、だからまだデビューして3ヶ月ぐらいしか経ってないんだよね。でもここまで日本語も上手ですし、すごいよね、うん、でもすごくなんか、ありがとうございます、うん、あのゆきさん、パープルキスの魅力ってどんなところにあるで、あるって言えますかね。あー、パープルキスの魅力はですね、うん、みんな個性がみんな違うんですよ、うん、はい、個性が集まったグループがパープルキスです。あー、そっかそっか、それぞれの個性が一つになった時にね、はい、最大限の力を発揮するっていうことだと思うんだけれども、もうそれはもうミュージックビデオとか見ていただければ、はい、そうだよね、もうよくわかると思います。うん、はい、だからそのそれぞれのメンバーの個性が集まって作られた音楽の色がパープルであって、うん、はい、そのさまざまな物語の中で愛の力を表現するときに使う題材であるキスを合わせて、うん、韓国の音楽市場を紫色に染めたいというそういう思いがある。ゆきさん、合ってますか？イエーイですよ、ほら、さすがですね。一応これ本当だからね、そうですよね、うん、なんで急に可愛い子ぶって拗ねてるんですか。はい、そしてデビュー曲が、うん、これはポンゾナという発音すればいいんですよね。はい、はい、でこれは実はあの毒ってポイズンのことだよね。はい、そうです。あ、これってスペイン語、スペイン語だよね、スペイン前、はい、うん、ということなんですけども、実はね、ゴンさんとユキさんとスワンさんが直接作詞と作曲に参加してるって。え、ユキさん加わってらっしゃるんですか？そう、はい、作詞しました。作詞だよ。いや、すごい。藤原くん、僕何もしてなかったですから。いや、僕はなんか積極的に、いや、これね、いや、これユキさん、本当これすごいことなんですよ。なんでかっていうと、うん、やっぱメンバーの中で日本人として、はい、まあ、活動されるじゃないですか、うん、やっぱりどこかね、やっぱ僕の場合遠慮してる部分とかあったんですよ、うん、そこを積極的に楽曲に参加するっていうところ、そうだよね、前向きな姿勢、うん、大事でございます。うわ、ありがとうございます、うん、いや、でもやっぱりこうやって自分たちで曲を作って詩を書いてっていうことで、よりこう自分たちの世界観みたいなものを出しやすいのは間違いないよね。はい、そうですね。うん、あと自分の曲をより好きになりますしね。そうだよね、手掛けてると。いや、素晴らしい。まあね、うん、RBW のねアーティストって本当実力派多いから、うん、いや、素晴らしいと思いますよ。ちなみになんかこう曲を作るときになんかこういう思い出があったとか、レコーディングときこんなエピソードありますみたいなものってありますか？네、저희폰조나곡제목이퍼플키스가될뻔했었던에피소드가있습니다。퍼플키스의데뷔곡퍼플키스。はい。그리고私はサンデース。곡을쓸때그리고퍼플키스가짱이라는생각으로작업을한곡이었어서、응、굉장히웅장하고주체적인、응、가사가나온것같습니다。아뭐とにかくパープルキス自体が最高な存在であるということを、まあ、みんなにこう伝えたいっていうそういう思いを持って、응、そういう思いを歌詞にしたためたところもあるんですっていう話をね。ちゃんですね。ねえ、ちゃんですね。そういう話をしていらっしゃいましたけど。
ちょっとね音聞き取りにくいところあったかもしれませんけどもご了承いただきたいと思います。はい、はい、そんな、まあ、皆さんね、はい、制作に関わったという、うん、そのデビュー曲ですけれども、うん、今回はやっぱりラジオということもありますのでね、うん、後ほどその曲もね、はい、少し皆さんかけていこうと、はい、うん、いうことですね、聞いていただきたいなと思いますが、はい、ちなみになんですが今日のねこの配信生配信のテーマは韓国ドラマハングドラマなんですけれども、うん、メンバーの皆さんがなんか最近、まあ、バージョンのドラマとかね、うん、ハマってるドラマとか、うん、日本のファンの皆さんにチュチョンアゴシップあのおすすめしたい作品とかって何かありますか？はい、はい、私ジュンです。はい、ジュンさん、はい、私が楽しんでみた韓国のドラマの中で、はい、キム・ヒショは一体なぜを紹介します。お、キム・ヒショは一体なぜ、はいはい、なぜならときめきを感じられる甘いドラマなので、うんうん、皆さんに紹介したいです。いや、すごい、これはもう見る方多いんじゃないですか。チェンです。はい、私は応答せよシリーズを紹介したいと思います。はいはいはい、ダペラ独有の感性を描いたドラマで、うんうん、現在ではなく過去の思い出、また海外のファンの皆さんに紹介したのでおすすめします。いやー、すごい、なんか僕らのおすすめドラマよりはるかに力があるねコメントに。そうですね、で実際にねごファンの方も同じ作品をね、うん、見てみたいっていう方も多いと思います。コメントもね、うん、あの海外の方からも来ておりますよ、うん、ウェグゲソドコメンツ、あのね、例えばですけども、あ、ジウン氏がチュチョンアニカポルカっていうね、ジウンさんがね進めるんだったら見ようかな、キムヒショっていう、そんなね、はい、コメントもありますし、あとやっぱ日本語チャラネね、日本語チャラネ、すごいすごいすごい、うん、ユキちゃんなんか韓国ドラマのモノマネってできるの？え、できます。おお、ちょっとすごくない、韓国ドラマのモノマネ、それラジオで伝わる？おー、やってみますね。ああ、お願いします。今日やくげに今日やにやいけね今日やにだ勇気に拍手、ゆきさん勇気に拍手私もじゃあ、わずきゆきちゃんかわいいです。ねえねえ、かわいいよね。ゆきさん、もしこのドラマ、うん、本当にたくさん見ます、見ました。はい、ね、だからもう見すぎてセリフが覚えちゃったっていうね。覚えちゃいましたね。すごい、だけどこうやって言葉を覚えてくんだから。いや、そうですよね、やっぱり何かをこう真似してっていうの入ってくるんですよ。そうそうそう、僕がもし韓国ドラマのモノマネして藤原くんそれ見た瞬間、フリアさん疲れてませんかって聞くもんね、絶対ねそうなんですよ、ちょっと今日疲れてるっていうのありますからねいやでもすごいすごい、はい、いやもう素晴らしいです。いやでもね、本当に視聴者の皆さんも世界中からたくさんのコメント、もうみんなが出演した瞬間視聴数伸びてますし、いや、ありがたい話ですよ、ね、ありがとうございます、うん、はい、キャピキャピ楽しそう、ね、パープルキスのこれからのアプロファルトンカフェ、どんなこと考えてますか？はい、おー、ツアーという形だけでもこうして招待していただけて本当に光栄ですし、次絶対に日本で公演をすることができる機会ができたらなって思ってます。これからもパープルキスにたくさんの応援よろしくお願いします、よろしくお願いします。絶対応援する、全力で応援させていただきます。もうもしね、日本でショーケースすることになったら、とりあえず藤原くんじゃなくて僕に電話ください、 MC は。はい、あ、ちょっと揉めてますね。ちょっと揉めてます。もう何も言えません。何も言えません。はい、ありがとうございます。本当に。もう本当貴重な時間をね、うん、ありがとうございます。じゃあ最後にもしよろしければメッセージいただいてもいいですか？あ、はい、あ。日本語の勉強も頑張っていますので、うん、期待してください。必ず日本でも会いましょう。会いましょう。よろしくお願いします。
今日のゲストはキムボムスさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。違います。パープルキスの皆さんです。いやでも本当に素敵なね、音楽もそうだし、やっぱりあのメンバーそれぞれのキャラクターもとっても素敵なね、はい、存在ですので、ぜひあの日本でねリアルライブリアルイベント期待してますので、これからもアップル運営よろしめハドロッコアゲスミダー、はい、ね、頑張ってください。はい、カムサンニダ、ありがとうございます。いやすごいですね、まだデビューしたばかりですよね。おしゃべりもうまいし、日本語も上手ですし、本当にこれからの活動、うん、皆さんね注目していきたらなと思います、うん、はい、さあじゃあ曲いきましょうか。はい、それでは聴いてみましょう、はい、パープルキスのデビュー曲パンゾラ、お聴きください、どうぞ。すぎる、かっこいいですね。どんなアーティストに化けるんだろうこれから。いやー、このなんかダークな雰囲気もありつつかっこいい感じが際立ってるっていうのがね、でもあの声のね、トークの爽やかさ、はい、新人らしさ、期待しかないよね。いやー、うーん、ギャップ萌えですね、はいはい、パープルキスの皆さん、カムサンニダありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあここでですね、はい、コンタクト、Kコンタクト 4U からお知らせがございます、はい、現在チケットアクリルストラップや、うん、クリアうちわなど Kコンタクト 4U 出演アーティストの日本限定グッズを発売中、はい、抽選でサインポラが当たる購入者特典もありますので、詳細は Kコングッズストアで皆さん検索してみてください。やっぱりもうグッズは燃えるよね。燃えますね、いくらあってもいいです。いくらあってもいいので ね、これがねあるとないじゃね盛り上がり方変わってくるから、そういうことです。はい、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。はい、さあ古谷さん、 CM の後は、はい、お待ちかねエンディングです。チャンネルそのまま。もうエンディングですか？エンディングですって早いですね。ねえ、あっという間。これまあ10分押しなんだけど、前半の押しは僕らのせいじゃないからね、これもちろん。だそれがなければもうオンタイムでオンタイムですよ、やってますから。もうプロ2人がねやってますから、やっぱりラジオ DJ は時間に守ることがね、そういうことです、大事ですからね。生ですから。あ、コメントがね、はい、来てますね。はいはいはい、古谷さんのグッズもありますか？ないないない、僕文化人だから。あと FF コンビのグッズはありますかって、これはスクエアエニックスに聞いた方がいいんじゃないこれ。あ、ファイナルファンタジーじゃない、ファイナルファンタジーじゃないです。FF ってそういうことじゃないんですよ。あ、藤原フリアか、そういうことです。そうかそうか、急にファイナルファンタジー違いますよ。違う、はい、そっちの方が人気あるでしょうけど。悲しいかな。はい、はい、2人で本出そう、これだ無理ですね。でも
無理ですね。いやでもね、藤原くんとこうやって話してたらいくらでももう何時間でも話せちゃうね。楽しかったですね。でもまだ今日第1夜ですから。そうそうそう、第2夜第3夜と、はい、まだ残り2日残っておりますので、ね、それぞれこうテーマを変えてお届けしていくということなので、はい、まあ、本日は韓国ドラマでしたけれども、はい、明日20時からは、はい、何をテーマに。明日のテーマはですね、はい、ビューティー&サバイバルオーディション番組。これも韓国といえばという感じですけれども、はいはいはい、だって韓国ビューティーって今さ、ヘアスタイル吉森もそうだけど、あとメイクもそうだけど、本当にもう一般的じゃない、うん、そうですね。特別なものじゃなくってさ、みんなそれに憧れてるわけだから、はい、そうすごい時代だよね。もう本当一つの文化になってますからね、うん、はいはい、はい、うん、さあ明日はですね、うん、また素敵なゲストの方がいらっしゃいます。電話直接ここに来てくださいます。狭いよ、開けます。開けますよ。ちゃんとソーシャルディスタンスを保って。ちょっと待って、これアクリル板今1枚しかないけどさ、はい、大丈夫。大丈夫でしょう。何を心配してるんですか。大丈夫ですよ。いや今だから色々大変だから色々心配してるわけ、まあ、確かにそうですけども、うん、そういう中でも来てくださいます、はい、なんと、はい、AKB48 のメンバー宮崎美穂さんをお迎えします。宮崎さんはその韓国ビューティーとか詳しいから、しかも、はい、うん、実際にね韓国にも行かれてましたし。そうだよね、プデュ経験者だからね。そうですよ、まあ、僕はミャオちゃんという関係ですけどね。ごめんなさい、あんま詳しくはあれ今言えないんですけど、僕はミホさんっていう関係ですけどね。くっそミホ言えない。で明日も盛り上がりそうですね。もうほんとどんな三角関係ができるかね。韓国ドラマじゃないんですから。本当に。っていうかそれも宮崎さんが2人をどちらか選んでくれるという前提のもとの三角関係ですから、選んでくれなかったら三角も何も。そうですね、直線ですよね。全然違いますからベクトルが。いやいや、あ、やっぱりほら、はい、みやおちゃん来るんだっていうね、宮崎さんが来るよって言った瞬間みんなもう興奮して、うん、ね、明日も楽しみですと、こんなに僕ら頑張ってるのにね、こんなメッセージの反応なかったですからね。見逃してただけかもしれません。あ、そうです、ね、失礼いたしました。トークに夢中でね、はい、ごめんなちゃい。、はい、さあということでですね、急にキャラ編。もうエンディングですよ。はい、はい、すみません、ということで、うん、3人で明日はですね、はい、K-CON Studio Live from Japan をお届けしてまいりたいと思います。第2話ぜひ期待していただきましょう、また6月の19日から27日まで開催されます。先ほど藤原くんからもお話がありましたけれども、 K コンタクト 4U ですが、視聴できるメンバーシップは YouTube にて購入可能となっております。もうすでにね、お求めの方も多いと思いますが、チケットピアではですね、ワンデイストリーミング券のみ発売中となっておりますので、こちらも合わせてぜひチェックしてください。 K コンタクト 4U、おうち時間長く続きますけれども、ぜひあなたのですね、独自のそれぞれのこの視聴スタイルでこの瞬間を楽しんでいただきたいなと思います、はい、どうだった藤原くん第1夜。いや第1夜、まあ、ちょっとね最初どうなるかなと思いましたけれども、うんうん、やっぱそこは心強い古谷さんがいたからこそ、まあ、ここまでね盛り上がれたんじゃないのかなと思いましたね。伊達に四半世紀喋ってないしね。謙遜。謙遜。いやでもね、本当にまたこれを、雰囲気が明日そして明後日と続くのはね、うん、非常に私も楽しみですので、はい、ぜひね今日は世界中から、見てくださった方多いのでね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあ、明日はさらにね盛り上がると思いますので楽しみにしていただきたいと思います、はい、では明日も夜8時からの生配信という形になりますのでご期待ください、はい、それではまた明日夜8時にお会いいたしましょう。せーの、アンニョン。キムルウォン、イダヒ主演、追撃アクションドラマ、ルカ、ザ・ビギニング。BTS、レイン、ブレイブガールズ出演回をお届け。ユークイズ・オン・ザ・ブロックセレクト。トレーラーハウスで旅に出る人気リアリティ第2弾に、イムシワンが合流。車輪のついた家2。